じゃこんにちは。はい。豊田さん、はい、皆様にご報告があるそうですね。なんかちょっと噂で聞いたんですが、豊田さんが、はい、まあこうやばいことを始めると。やばいことではないけどね。まあでも皆さんもお分かりのようにご報告って言ったら、うん、はい、なんかこれまた釣りだろうなっていうような、うん、はい、まあ、感じがあるだろうけども、はい、まあ新しいことを、うん、まあいろいろ始めたいなと思って、うんうん、でもやばいことには手は出してないですか？やばいことではないよね。大丈夫ですか、その闇関係とか。いや、まあ闇ではない、ね、闇ではない。ただこれが当たるか当たらないかは、うん、まあ皆様次第かなっていう感じもするけど、当たるか当たらないか、何か分かる？なんか賭博系ですか？賭博系はビットコイン。ビットコイン仮想通貨。仮想通貨今からいいよね。あ、いいですよ、いいですよ、うん、仮想通貨って今ビットコインだけじゃなくてもう何十種類ってあるので。まあまあそうだね、はい、で円安はやばいな。ちょっと歯止めが効かないですね。いや、これはやっぱこう低金利でやってると、はい、売りが殺到してるっていうね。そうですね、アメリカが上げたからね、金利をね、はい、だから円売ってドル買う、そうそうそう、ね、動きになってるから。ただ株価だけを見ると、うん、貴金属系は、うん、株価は上がってるんですよ。まあ、貴金属系が入ってこなくなってるからね。そうです。で今ねちょっと情勢的にも金が非常に高くなってきてるので、うん、やっぱ貴金属系の銘柄を買っとくといいんじゃないかっていうのは言われて。それですか？違うね。投資とかではない。まあ投資はね、うん、これはね世界のパッケージになってる投資の、はい、あるんですか？なんかあるんだよ。え、いろんなものが入ってる。そう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 。へえ。そういうのにこう投資しておくと毎月毎月、はい、まあいいらしいよ。あ、そのまあ見返りというか何か。これね人口によるんだよね。へー。2050年には100億人、はい、になるんじゃないかっていう想定されてて、はい、国内総生産が上がってくるっていう、はい、で上がるとともにそういうパッケージを持った、うん、あの投資っていうのは、うん、絶対上がるっていうんだよね。へー。もうやられてるんですか？やってないやってるかのような口ぶりで話してましたけど。いやいや、それで、はい、やっぱね、あのそれを窓口を開かなきゃいけないというね。口座。口座ですよ。口座開設ですよ。そうそう、それは開かなきゃいけない。うん、もう開くんですよね。まあ開いてない。知識は。知識はあるんだよ。はい、ただ、うん、俺の年で、うん、まあ俺の年だからやるのか。そうですよ。かな、はい。でも若い人でやっとくと、うん、そういう風にね。いや。先々絶対先々、うん、やっぱ溜まってくるから。それがだってこのままでいったら年金なんて本当もらえる額ってどんどん減ってくるし、うん、そうそう、将来じゃあ年金だけで暮らしていけるかって無理じゃないですか。まあ無理だよね、はい、だとしたら投資して今から貯蓄を増やしたり、あとね今年代が例えば60代の方70代の方でも今あるものをさらに増やすっていう意味では、まあまあそうだね。そうですよね、うん、だからあの普通の株買ってるとさ、うん、やっぱその変動をこう見るじゃない、うん、はい、で売ったり買ったりするって一日こうもうそういう気を使うっていうから。そうです。だからまあそういう投資じゃなくて、うん、そういうファンド系ですね、うん、ファンド系で投資をすると、はい、まあ、これは必ず上がっていくという、ね、うん、貯蓄になる。それではない。それではない。それではない。長々と話しましたけど、それではない。でも私が聞いたのはあることがこれから流行るであろうということに目をつけて、まあね、ちょっとやばいこと豊さん始めますよって。あ、そうそうそう。なんかもうやばいってお前やばいやばいって言うけど、なんか逆もうちょっと片足突っ込んでますよって聞きました。やばいことに俺が、はい、もう片足を突っ込んでもうスタートさせちゃってると。あ、まあ片足はずっぽり入ってるからねあ、もうもう入ってる入ってる。もうじゃ抜け出せない。なんていうの、現代の人ってさ、はい、非常に忙しいじゃない、うん、もう忙しいです ね。だからもうみんな聖徳太子みたいになってるわけ。ほう。だからいろんなことの情報が入ってくるのをいろんなことによって処理をしてるという、はい、ね、で、まあラジオが廃れてきてみたいな、はい、うん、でテレビがやばいみたいな、うんうん、まあこうだん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 こう放送系も。そうですね。でもこれ歴史は繰り返す。そう、はい、今度やっぱラジオなんだね。今ラジオ来てますからね。来てるでしょ、はい、だから一旦ものすごい低い落ちましたね、はい、落ちたよね、はい、
でテレビがこう落ちかかってるよね、はい、まあ落ちてんのかなもう、うん、今そうですね、ネットフリックスだったりとかそっちに行っちゃってますからね。そうだよね、はい、だから CS 派とか、はい、もう地上派で、うん、っていうのはなかなかこう若者もテレビを持たない、うん、持ってない方多いですよ。そうだよね、はい、まあ場合によっては見たい人はパソコンで見るというね、はい、まあそういうような時代で、時代は繰り返されるということで、はい、俺が始めたのが、うん、YouTube ラジオという。YouTube ラジオだからもう見なくていいです、聞いてくださいと、はい、YouTube なのに見なくていい、うん、聞くだけでいい、聞くだけでいい。新しいんですねこれって。まあ例えば、うん、運転してる方とか、はいね、移動されてる方とか、うん、やっぱこうずっと映像を眺めながらっていうことではなくて、うん、まあ今はもういいイヤホンがあったりだとかするんでね、はい、うん、だ耳だけ拝借ということ。あ、お耳を拝借。お耳を拝借というチャンネルなんですか。まあ、まあ、タイトル名はね、 お、うん、お耳を拝借、お耳を拝借、うん、ちょっと貸してください。どうしてそのタイトルにしたんですか。お耳しかいらないから。お目目を拝借じゃないの。お耳を拝借、ね、目いらない。だから例えば何か作業をしながらでも聞けるってことですね。そう、 BGM 程度にね。例えば家事をしながらでもいいし、そう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 、とか。だからその内容というのは、はい、お悩み相談だとか。お悩み相談、まあ、例えば、まあ、4月になってね、はい、新入生、はい、新入社員とか、うん、まあ、いろんなところでやっぱストレスがたまる時期らしいんだよ4月って。4月病ってあるらしいですね。その中で俺らがスランプになった時にどういう切り抜け方をしたとか、うん、どういう考え方をしたとか、はい、まあ、そういうお悩みとかね、うん、まあ、そういうことももうしてるわけよ。あ、もうやってるんですか。もうやってるわけよ。もう何回ぐらい。もう何本かあげたけども。おー。で、あとはそのサッカーと野球、うん、子供にやらしたいんだけども、うん、2つ同時っていうのは非常に難しいと、はい、いうことで、じゃあどっちにした方がいいですかねとかいう相談も来てるわけ、はい、いや、だからまあそれはもうラジオの中でお答えをしたりとか、まあ、もうしてるんだよね。大体、まあ、尺というか どのぐらい、まあ、大体10分ぐらい、10分ぐらい、まあ、YouTube の動画とそんなに変わらない。あ、じゃあ例えばその野球の悩みじゃなくてその日常生活の悩みで。あ、もちろんもちろん、うん、だからコメント欄から、まあ、YouTube でコメントいただくんだけど、うん、それを拾って質問に答えるとか、うん、なかなかできないんだよ、はい、だからそういうことを、まあ、ラジオで、ね、はい、ちょっと話をしていきたいなっていう。だからまあ聞いてる人が同じような悩みを持ってたりだとか、はい、いろいろこうあると思うんだよね、うん、だからまあそこら辺でよりリスナーと近づくためにコメントに答えていくという、ね、はい、うん、そのラジオは収録だったりとかもあると思うんですけども、うん、生ラジオみたいなのもできるんですか。生ラジオもできると思う。あ、それ面白いですね。リアルタイムでそのコメントをメッセージとしてなんか、そう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 、まあ、それでもできる、ね、できますもんね。あ、だからまあそういうことを、はい、まあ、やりだしたんで、はい、ぜひ、うん、あのチャンネル登録とかね、はい、まあ、そういうことを、うん、していただけると、うん、まあ、ありがたいなというふうに思います。あ、今あの概要欄のところに貼ってあるので。貼ってあります。そこから飛べるようにもなってるので、はい、それでチャンネル登録、まあ、高木豊ラジオって入れてくれたら、はい、まあ、検索エンジンに引っかかると思うんだけど、はい、まあ、そこで多分出てくると思う。そうですね、うん、なのであの映像のね、豊さんの高木豊 YouTube チャンネルもありますけれども、耳だけで楽しめる YouTube、 そう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 、ラジオの豊さんの何をやってても、まあ、ポンと流しておいてくれたら、うん、まあ、見なくていいと言葉が入ってくるとそうですね、そうそうそう、現代っぽいですね。現代っぽい、現代社会、なんかバカにしてないかお前この忙しいね、現代人にはぴったりの。そうだよ、見るとか聞くとかもう大変でしょ。はい、まあ、聞くだけだ、聞くだけ、ね、ぜひぜひ皆さん、はい、まあ、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。